ね、もうクリスマスですね。12月なので。早いなぁ。もうだってもうすぐ1年が終わりますよ。そんな感じ全然しなくないですか。に、うさぎ年ですね、次は。うさぎ年です。ね、寒いな、今日。今日寒いな。なんか暖房をね、こっちにね、持ってこようと思ったんですけど、ちょっとね、重いし、ちょっとこっちまで持ってくるのがね、ちょっとね、ちょっとめんどくさくなっちゃって、今は寒い状態で配信してます。イエーイ、年末ですね、雨さんね、本当に早いですよね。やばいです。拓也さん、来年のね、1月上回るって、ファンのみんなで行ける人言ってあげてね。ああ、そう、優しい、ありがとう。そうなんです。渋谷デュオさんで1月29日、君とセレンディピティ初ワンマンするので、もしよかったら皆さんぜひぜひ来てくださると嬉しいです。チケット1000円なので、ぜひぜひ皆さんお友達誘ってきてくださるととても嬉しいです。9月から12月まですごく早く感じたですね。いや、ほんとそうですよね。だって私たちもなんかこの前デビューしたばっかの気分、だからなんかもうこんなすぐ引いて立つんだみたいな、びっくりです。ミリアさん、こんばんは。こんばんは、ヤッホー、なのん来たよ、ありがとう。ねえ、本当に早いですね。もうこんなすぐに日が経つと思わなかったです。本当に早いね。だってもうね、だってクリスマスが来たらもう一瞬でお正月やん。もうだってね、やばいね。お正月が来たら一瞬で私の誕生日です。私の誕生日が2月15日なんですよ。皆さん、祝ってね。皆さん、祝ってね。約束ですよ。指切りです。そうそう、今日はね、ツインテールをしてるんですよ。珍しく。本当は、巻いてたんですけど、いや、巻いてたんですけど、ってか、さっき巻いたんですけど、上手になんか巻けなくて、ちょっとなんか巻いた風になってる感じなんですけど、まあ、一応巻いたんです。一応巻いた。今日はチュインテールです。とてもとっても珍しいと思います。そうなんです、2月15日ひなのフェスです。そう、みんな2月15日ハークって言ってくれてる、ありがとう。チョコレートください。そうですね、バレンタインの次の日ですもんね。そう、もうバレンタインですよ。今年はね、作るのかな、どうなのかな。去年まではね、高校があったのでさっておかしいな。高校あったからさ、そう、なんか友チョコみたいな感じでさ、みんなで交換しとってんけどさ、だってもう今年はね、交換とかね、するんでしょうかね。どうなんだろう。BPM さん、こんばんは、こんばんは、ヤッホー。まさゆきさん、こんばんは、ヤッホー。皆さん、ヤッホー。来てくれてありがとうございます。成瀬さん、2月15日は予定開けて祝えるようにしておきます。嬉しい。ひなちゃん生誕祭ですね。嬉しいです。みんなも祝ってください。皆さん、毎日動画見てる。本当ですか、嬉しいね。あれはね、もうね、本当にお宝動画だよ。 ね、ぜひぜひ毎日見て、あ、ひなのひなのって思っててください。約束ね。シンさん、フォローしてくれたんですね、ありがとうございます。嬉しい。はやぶさ305さん、初見さん、こんばんは、こんばんは。見てくださってありがとうございます。野田ひなのです。高橋さん、2月15日ひなのがショールームやるって言ったらショールーム集合だな。ですね、みんな集合ですよ。ですです、絶対みんな見てくださいね。篠太郎さん、こんばんは、こんばんは、ヤッホー。ねえ、もうね、今日もね、本当にもう12時なんですけど、みんなね、ちゃんとね、起きててくれて嬉しい。今日はもしかしたらひなのがショールームやるかもって思ってたから起きてたんですか、みんな。そんなことはないであろうけど、でも嬉しいです、起きててくれて。いつもね、遅いので。本当はね、もっと早い時間にやろうって思ってるんですけど、いつの間にか時間が過ぎちゃって、こんな時間になってるみたいな。
そう、普段ね私は全然お化粧をしないのでね、お化粧をしている時がとてもね珍しいんですけど、お化粧してる時はなるべくショールームしようと思って。ミリアさんもう可愛すぎる、あ嬉しい、ちゃんと動画ねちゃんと見てね、約束だよですよん。はやぶささん、職員さん、でも明日7時朝7時起き、はあ、早い、それは早い。じゃあ眠くなるまで山のショールーム見てください。眠くなったらちゃんと寝てくださいね。ミリアさん、誰か配信しないかなって思ってた、あ本当ですか、よかった。じゃあちょうど私が配信した。エビオくん、このくらいの時間がちょうどいい説ある、え本当ですか、やっとやっとやっと。じゃあ私が急にショールーム始めようと思って始めてもみんな許してくれるんですね、とっても嬉しいです。あやぶささん、もうすでに眠い、眠いんかい、眠いんかいね、え見てほしいけど、でも無理はしてほしくないのでちゃんと寝てくださいね、ちゃんと寝て明日7時頑張って起きてくださいね。いや本当に見てほしいけど本当に無理はしないでください。メリオさん、5時50分起き、おーおーおー早いな早いな、もう5時間50分後ですね、早い、本当に無理はしないで。でもね、こんそんなね早く起きなきゃいけないのに、わざわざね私のショールームを見に来てくれて嬉しいです、ありがとうね、ラブ。たくやさん、許す、ありがとうありがとう。くまさん、1月のワンマン撮影できるのでしょうか、え、多分な、多分できるはずなんよ。うちらもまだな、詳しいことな、全然聞いとらへんねんけど、でも多分できると思うので、ぜひぜひ来てください。そこも聞いとくわ、また。ぜひぜひ来てください。はやぶささん、来年成人式だけどさ、だけど、それが名前変わって20歳の集いになってた。え？そうなん？あ、そっか、でもだってもう成人はしとるもんな。じゃあ楽しみだな、20歳の集い。20歳の集い楽しみです。サニーハイランドさん、初見さん遊びに来たよ、初見さんありがとうございます、遊びに来てくれて、君とセレンディピティの野田ひなのです、イエイ、ありがとう。ダーさん、いつか会えるの楽しみにしてますね、ぜひぜひ来てください、会いたいですね、絶対に絶対幸せにするので会いに来てください。ぜひ来てください。ミリオさん、今ジンマシン出てきて痒くて寝れない、え、マジ大丈夫、え、さ、ジンマシンってさ、あれやんな、なんかさ、あの冷やすといいんちゃったっけ、確か、うん、確かなんかあんま触らんようにして冷やすといいってやったはず、え、わからん、なんかあの確証持てやんから、あんまそのね、ちょっとこうしたらいいとかはまあ言えへんけど、本当にゆっくり寝てお大事にしてください、無理しちゃあかんで、心配。龍天、君とセレンディピティ、初見さん、あ、初見さん見に来てくれてありがとうございます、君とセレンディピティの野田ひなのです、よろしくお願いします、よろしくお願いします。龍天さんって言うんですね、あーすごい、中国の方ですか、気まずきまずエビオくん、ワンマン行こうからの気持ち、いや絶対行こうよ、いや絶対行きましょう、絶対行きましょう。はやぶささん、20歳の集いってなんか違和感しかないけどね、いやそれはそう、でもね、なんかね、なんかね、でも20歳の集いでもあれはできるんですよね、なんか振り袖とか着てやる、なんかするやつ、私はその振り袖を着るのが楽しみにしてるんですよ、どんな振り袖着ろっかなみたいな、20歳の集い楽しみです。たくやさん、クリスマスにも気見せる何かあるでしょ、そうあるんですよ、あるんですよ、あるんですよ、そうそう、24、25とか23もかな、26もかな、そう、対バンライブに出演させていただくのでね、ぜひぜひね、皆さん会いに来てくださると嬉しいです、キミセレちゃんとクリスマス過ごしましょう。リュウテンさん、2位になった、ふははは、え、ほんまや、2位になってる、リュウテンさんすごいじゃないですか、リュウテンさん、リュウテンさんすごいじゃないですか、いいですね、リュウテンさん早くね会いましょう、昨日会ってないですよね、だからね全然ね会ってない感じがする、いや一昨日やったんかな、
でも明日も明後日かな会えるのはね。リュウデンさん早く会いましょうね。そしてまたドリアを食べに行きましょう。あやぶささん、しかも明日1限と3限目が大学の講義で、その後ちょっと公園行ってくるから寝る暇ないね。おう、それはそれはそれは大変。それは早く寝てくださいそれは早く寝てください。本当に明日ねしんどくなっちゃうのでね、と無理はしてほしくないのでね、見てほしいけど本当にぜひぜ全然寝てくれて構わないのでちゃんと寝てね猫3匹とジョンさん、いいねいいね、イエーイ。おびおくん、よし、お金あげよう。わあ、ありがとう。小判かな、小判かな、ありがとうございます。えびおくん、ありがとう、イエーイ、ありがとう、嬉しい。はやぶささん、成人、ほぼ成人式と段取りは変わらないと思う。あ、ほんま、よかった、楽しみだな。そう、振り袖何色着ようかなと思って、やっぱり赤かなみたいなすごいワクワクしてるんですよ。楽しみだなと思って。和吉さん、初見さんかわいい。あ、初見さん見に来てくれてありがとうございます。君とセレンディピティの野田、噛みました、君とセレンディピティの野田ひなのですよろしくお願いします。龍天、龍天っていうのなんかおもろい。天ちゃん、ツイン、ツインってひなのかわいい。そう、今日は珍しくツインティをしました。なぜかというと、本当は髪の毛を珍しく下ろして巻こうと思ったのよ、私。だってさ、普段巻き下ろし全然しひんやん。そうしようと思ってんけど、ちょっとなんかあんまりうまくいかなかったもんで、ツインにしてごまかしたっていうのが本音です。そういうこと、そういうこと。はやぶさん、クリスマスとかそのあたり結構忙しい、家に帰る用意とかするし、実家に帰るの楽しみ。1歳の愛犬のトイプーだ。あ、お家に帰るのですね、トイプーちゃん。1歳ってことはちっちゃい、ちっちゃいトイプーってさ、だってさ、ちっちゃくない、なんかトイプードルって1歳とかの時、いいないいな、いいないいな、ワンちゃんいいないいな。私ワンちゃん好きなんですよ。おばあちゃん家で犬を飼ってるんですけど、おばあちゃん家ね、三重県、あ、そう、三重県のおばあちゃん家なんですけど、まあ三重県、うん、そう、私三重県なのでね、そう、おばあちゃん家がうちの隣にあるんですよ。そこでね、ね、ココを飼ってるんですけど、ずっとココって呼んでるから、あの、なんて犬の名前だったかな、あのチワワに似たやつ、なんだっけな、パピヨンです。パピヨンを飼ってるんですよ。うちのパピヨンちゃんも超可愛いんですよ。おとといのこと、おとついっていうの、あれ、おとついって言わへん。これが地域の差、これが地域の差ってやつですか、これが地域の境。そう、おとついって言うな、みんな言いません、おとついって。ミリアさん、18はいけないけど、その分ワンマンね、ね、ワンマンね、会えるの楽しみにしてますね。たくやさん、てんちゃんに2の座奪われた、あれマジあ、てんさん4位に下がってんやん。てんさん頑張って、てんさん頑張って、てんさん1位取ろうぜ。ラガマフィンさん、お久しぶり。あー、やっほー、久しぶり、イエイイエイ。はやぶささん、来年から大学のある委員会の委員長になるかもしれないんだけど。お、委員長、委員長ってすごくない、委員長すごい、なんか頭良さそういいな、いいな。何の委員会なんですか。あー、なるせさん、ラブレター、ありがとうございます。ラブレター、ラブレター、ありがとう、ラブレター、嬉しい。みるさん、ツインテールも似合ってるよ。本当ですか、嬉しい。ツインテール、本当に普段ずっとポリーなのでね、あんまり他の髪型をする機会がないんですけど、今日はツインテールしてみました。たんちゃんさん、初見さん、未だにグループ名がちゃんと言えません、下噛んじゃう。いや、本当にひなも最初めっちゃ噛んで、あの、君とセレンディピティみたいな、うわってなってたんですけど、超練習して君とセレンディピティってさらっと言えるようになりましただからいっぱい君とセレンディピティ、君とセレンディピティって言ってたら言えるようになるので、いっぱい言っていっぱい言って練習しましょう、みんなで。君とセレンディピティの野田ひなのです。一歳はもう聖剣だよ、中身はやっぱりやんちゃ。あれ、そうなん、あれ、そうなん。なんかさ、あの、トイプードルってなんかさ、ちっちゃい、ちっちゃいんじゃないの、わかんない
あのトイプードルにわかかもしれない、やばいやばいえ、ちっちゃいんやと思っとった。グループ名がいないときは君セレで覚えよう、タクヤ。いや、そう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 、君とセレンディピティを略して君セレっていうので、皆さんぜひぜひ君セレって呼んでください。ありがとうタクヤ、いろいろ教えてくれて、教えてくれて、教えてくれてっていうか、なんかいろいろ言ってくれてエビオくん、毛の長い犬か、いやそれなってモフモフモフってするのが好き。いやマジでワンちゃん大好き。そう、なんか猫も好きなんやけど、そう、うちがっていうか、おばあちゃん家であのワンちゃん飼っとるから、かしらの犬派なんですよ。犬が好きです。はやぶささん、おとついは関西弁だよ。なるせさん、おとついって言うよ。ミリオさん、おとついだな。一応関西人としておとついは関西弁と調べて知った。おとついですおとついです。ゆうひ、ひなのやっほー、今日 AKB48 17周年だよ。おー、らしいな、らしいな、今日ひなこから聞いた今日ひなこから聞いてで、明日17周年公演やからリハしとったっていうの、そう、ひなこから聞きました。最近ね、もうね、毎日のようにひなこに会ってるのです。もう家族、いいでしょ。そう、奥原ひなこちゃんっていうんですけど、私のね、そう、あの今まだ AKB48 で活動している子なんですけど、私の親友なんですよ。聞きました、 AKB48 17周年、イエイ、めでたい、めでたい。17周年ってすごいですよね、本当に。私も頑張ろう、私も頑張るぞ。だからみんな見ててくださいね。ヨーレさん、ワンマンまでにオリジナル曲増えるかな。どうでしょうね、どうだろうな。ニヤニヤです、うふふふふ、ニヤニヤ。まあまあまあ、お楽しみに。まあね、どうかわかんないけど、増えるかもしれないし、増えないかもしれないけど、まあ、まだどうかわかんないので、お楽しみに。長マフィンさん、相変わらず夜中に元気やな。当たり前や、ひなのやで。当たり前や。ひなのやで、元気よ。元気ですよ、すごくすごく。はやぶささん、僕の大学の委員長は、全体で4、5人しかならないかな。え、すごいやん。え、じゃあめっちゃすごくない？じゃあはやぶささん超すごいじゃん、超すごいじゃん。いいな、委員長。なんか学級委員とかさ、なんかなんたら長みたいなさ、生徒会長みたいな、なんたら長みたいな、すごいなんか強そう強そうでいいなって思ってました。だから委員長いいな、すげえ。あみさん、三重県は明日、明後日の次の日の言い方が違うんだっけ。刺さって、刺さってやんな。え、でもな、なんかな、言うけどたまにしかあんまり言わへんかも。うん、なんかだってさ、そんなさ、明日、明後日、しあさって、刺さってやっけ、やっけ。なんかさ、そこまでさ、なんか言うことがないんよ。でも全然言うけど、普段全然使わへん。純太郎さん、寝ぼけながら見てます、少し寝てた。おはよおはよ、眠いなら無理しちゃあかんで、でも見てくれて嬉しいです、ありがとう。はやぶささん、一軒は整形とペットショップの店員も言ってた。あ、そうなんや。そうなのか、知らなかった、知らなかった、にわかでした。教えてくれてありがとうございます。これで私は一個賢くなりました。ミリオさん、笑顔かわいいな。嬉しい、ありがとう。たくやさん、クリスマスプレゼントはひなだな。そうですよ、私からの笑顔をプレゼントします。ありがとう。しな太郎さん、大阪から見てます。おお、大阪、たこ焼きいいな、いいな、いいな、いいな。大阪から見てくれてありがとう。たこ焼きが食べたくなってきた。ダメだダメだ食べたくなってきちゃった。ズマッチさん、こんばんは。ズマッチさん、やっほーやっほやっほー、お久しぶりです。この前のファンメぶりですね、ありがとう。はやぶささん、僕はその周年公演明日行ってくる、キャンマッチ5番だけど、あ、やから公演行ってくるって言っとったんか。いいねいいね、楽しんできて、いってらっしゃい。エビオくん、君とセレンディピティ17周年ライブ絶対行くよ。いや、絶対来てよ、絶対来てよ、17周年ライブねえ、君セレもね、めっちゃね、いっぱい続いて何周年とかできたらいいな、楽しみ。ハラディさん、初見さん、君セレ始まっちゃいました。こんばんは、君セレ始まっちゃいました、イエイこんばんは、初見さん、見てくれてありがとうございます。
イエーイ、始まっちゃいました。はやぶささん、僕の大学はだいたい7000人以上確かいたと思う学生数ね。え、すごくない？じゃあ7000人以上の中の5、6人ってことやろ。じゃあめっちゃすごくない？超頭いいやん。すごいいな、強い、すごすぎる。なったらさん、高校の時生徒会長の副会長したことあります。え、すごくない？え、なんかみんなすごくない？私だけなんかヘボヘボなの？え、みんなすごくない？私なんかよくわかんないやつやってた。え、みんなすごない？いいな、いいな。アメさん、刺さってって初めて聞いた時意味がわからなかった。いや、そうやんな、刺さってって何ってなるよな。そう、なんかおばあちゃんとかでもな、結構言っとったりするかも。刺さってって言っとったりするかも。たくやさん、癒し天使降臨。え、私？私ですか？天使？嬉しい。ありがとう、ニコニコです。ラガマフィンさん、23日の OA は特典変えるの？まあ、俺は平日だからいけないんですけど。え？ OA ってオープニングアクトってことやんな、23日やから。え、どうなんやろ。え、あるんかな。聞いときます、ちょっと待っててください、聞いときます。そうなんかな、どうなんやろ。まるの全然詳しく聞いとらへんね。あびささん、27日だったかな、工業終わりに帰るから6、7時間かけて実家に帰る。最終の特急に乗るために早く帰らないと。おー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 おおお、6、7時間すごいな。ご実家は多いのですかね。いいな、いいな、気をつけて帰ってくださいね。やっぱ実家って最高ですよね。私もね、この前ね、三重に帰ったんですよ。そう、病院に行くために三重県に帰ったんですけど、もう本当に実家神ってなりました。そう、本当にママのご飯美味しいし、本当にね、お家のお布団が一番落ち着くし、高校のね、お友達ともね、遊んだんですよ。そう、親友の子なんですけど、本当に遊んだんですけど、もうやっぱ楽しいなって思いました。やっぱね、落ち着くみたいな、やっぱりね、三重アイラブです。キミセリの鳥ってなんか名前ついてますか？え、ついてない。ハト、あれハトやんな。ハト、ハト、白鳥、ハト、ハトかな。え、なんかでもなんかっていう名前はつけてへん。今度またつけよう、みんなで。埼玉から和歌山だから、あ、それは結構遠い、それは遠い、それは遠い、気をつけて帰ってくださいね。和歌山、和歌山、奈々ちゃんと一緒かな。ラガマフィンさん、なんかキミセレ目当てで行く人は特典買った方がいいのかなって思っただけなのだ。いや、確かに特典買ったし、だってな、そうじゃないとさ、喋れへんやん。私はみんなと喋りたい。そう、だから会ってほしいな。どうなんやろ、また聞いとくわ。たかやさん、てんちゃんが赤服うまいって言ってたよ。いや、ほんとにみんなにね、赤服をね、もうね、布教してきました。これ赤服食べてって言って、赤服をね、食べてもらったんですけど、そう、ミオがね、あの、あんこがね、あの、あんま得意じゃないんですって。でも赤服はおいしいって言って、なにこれって言って、めっちゃね、喜んでくれたのでね、とっても良かったです。そう、メンバーとスタッフさんとプロデューサーさんとみんなにね、赤服をね、プレゼントしました。エビオくん、トリンディプティにしよう。トリンディプティなんかかっこいい、いいね、トリンディプティ。じゃあトリンディプティ。トリンディプティ、トリンディプティ。なんか負けじさにしちゃう癖、かっこつけ女で死んじゃった、死んじゃったとか、よくない、よくなかった、今の発言取り消します、ごめんなさい、くなかった、今のは良くなかった、もう言わない、ごめんね。はやぶささん、東京行くためにも1時間かかる、新幹線で2時間30分で、そこから1時間かかる、しかも乗り継ぎなしで、大変、それはめちゃくちゃ大変ね、絶対ね、本当に大変だと思うので、気をつけて行ってきてね。お土産待ってます。お土産待ってます、みんなさん、みんな帰る人はお土産待ってます、待ってます。皆さんね、ご実家に帰ると思うので、お土産待ってます。篠太郎さん、
三重ツアー最前で見たのが思い出ですね。三重ツアー懐かしい。本当に来てくれてありがとう。1月29日ってヒカルの誕生日やん。いやそうやん。いやそうなんよ。いやそうじゃないかね。ちゃんとヒカにもあ誕生日おめでとうって言います。ね、最近ね全然ヒカにやってへんからね。元気なんかな。元気だといいな。また会いたいです。たくやさん、へえ初めて知った。みよちゃんがあんこ苦手なんて。いやそうなんよね、苦手って言っとったからさ。でもなんか赤福は美味しいって言って食べてくれてすごい嬉しかった。赤福不況女、みんなに赤福を広めます。和歌山と三重の共通点あるよ。どっちも三種の神器の一つが立てまつられていること。え、そうなん？そうなの？ってことは私と奈々ちゃんも共通点、私と奈々ちゃん共通点ということ、そういうことですか。はやぶささんと私と奈々ちゃんね。奈々ちゃんもね和歌山なんですよ。そうなんや、知らんかった。エビオくん生きちゃった。生きちゃった。生きちゃった。イエイ。ラガマフィンさん、俺の遠征の心配もして。それめっちゃ遠いんやんな。そうやん、めっちゃ遠いんやったラガマフィンさんね。でもね本当にねいっぱいねツイッターとかねショールームとかねコメントしてくれてるから愛はね奈々ちゃんにしっかり伝わってます。我らにも伝わってます。だからね本当にね無理しないで会いに来てください。でもね会いに来てくれたらとっても嬉しいのでね、ぜひぜひ待ってます。気をつけて来てね。たくやさん、お土産話ならいいよ。じゃあお土産話いっぱいしてくださいね。なんだっけ、お正月、お正月帰ってからね、お正月また終わってからねショールームした時にみんなのねご実家のね話とかねお土産話いっぱい聞かせてもらおうと。ワクワク。つばちゃん、お土産ね今度持ってっけど食べ物でもいいよ。食べ物でもいいはずです。いいはずです。ワクワク、やった。仙台のお土産ワクワク。嬉しい。つまちさん来てね。アイドリ、アイドリ来てね。あそう、私明日アイドリ出勤なんでみんな遊びに来て、みんな遊びに来てください。本当にね、あのねもう一人なんですよ。実は実はワンオペ、しかもオーラスワンオペ。私はこんなこと人生で初です。なんかさ、なんか2時間だけワンオペでそっから誰かが来るとかならさなんかやったこともあるしなんかよくあるけど、もう1日1人ってさなくない？1日1人やで。私ちょっとびっくりしちゃった。そう、私1日1人なんでちょっとすごいね不安なので、みんな明日アイドリさん会いに来てください。18時から23時まで、オープンからラストまで私1人で待ってますので、みんな遊びに来てくれると嬉しいです。そう、明日と、もう明日っていうか今日ですね。明日というか今日8日12月8日、本日アイドリさん出勤なので皆さんぜひぜひ会いに来てください。そしてね12月10日もねアイドリさんキムセレでアイドリさんをジャックするので、2日間、この2日間私ね出勤するのでぜひぜひ会いに来てください。いつもの特典会よりもねゆっくり話せると思うのでね。純太郎さん、全く話が入らない。おやすみなさい。また明日。あーお眠、おやすみ。今日ね見てくれてありがとう。眠い中ゆっくり寝てな。また明日、ありがとう。おやすみ。はやぶささん、和歌山に日禅宮という25箇所にある神宮のうち2箇所が同じ敷地内にあるの。その両方に三種の神器の一つの鏡と同等のものが祀られている。あ、祀られているなんだ。ごめん、漢字が読めなかった。そうなんや。へえ、2箇所同じ敷地、すごっ。なんかすごい、なんか神って感じがする。ちょっとすごい頭の悪そうなコメントをしてしまった。僕の実家は四方八方にみかん畑で、あそっか和歌山やからな。いいなみかん、私みかん大好き。いいないいないいな。だからさ、みんな行く人はひなが待ってるで。そうだぜ、ひなが待ってるぜ。だからみんな来てね。成瀬さん早く仕事
終えられるように頑張ります。ああ嬉しい、お仕事頑張ってね。じゃあ私がお仕事お疲れ様って癒すので頑張ってきてね。 矢部さん、篠太郎さんの住んでる地域実はちょっと知ってる。あれそうなの、そうなの。篠太郎さんは実家暮らしで30年間ずっと大阪住みです。あれお友達ですか、お友達、まさかのお友達。たくやさん、間でひなが待ってるぜ、待ってるぜ、来てね。いっちゃん土曜日は来た、あいっちゃん、やほいっちゃん、来てね、来てほしいね。すごいね、会えるの久々なのでね、来てほしいです。絶対来てね、約束です。いっちゃん嬉しい、めっちゃ久々。ともさんこんばんは、あーともさん、やほー、おいしさー、嬉しい、ファンミぶりありがとう。エビオくんワンオペすごい、いやそうなのよ、ワンオペ、ワンオペちょっと不安、だから来てほしい来てみんな、みんな本当に来て、本当に来てほしいです。本当に不安なのです、どうしようみたいな、本当に私どうしよう、怖い怖いっていうのはちょっとだから怖いっていうか不安だなみたいな、みんな来てくれるかなみたいな、私一人でちょっと寂しいなって、棒立ちで待ってたらどうしようみたいなね、ちょっとそこがね不安なので、みんなぜひぜひ会いに来てくださると嬉しいです、待ってます。はやぶささん LINE 持ってる、おーおーおお、それはもう仲良し、めっちゃ仲良しやん、友達じゃないか、いいね。ともさん、今更ながらファンミありがとう、いやこちらこそありがとう、来てくれて嬉しかったですね、初めて会えてとても嬉しかったです、また会いに来てね、ありがとう。タガマフィンさん、今日は何時までって煽らないくらい眠いので寝るね、おやすみなさい、配信ありがとう。おー今日は早寝ですね、タガマフィンさんありがとうね、今日見てくれてね、嬉しいです、いつもね見てくれてありがとうございます。今日はゆっくり寝てくださいね、おやすみん。いっちゃん宿敵忘れられてないかな、いやある、あるはずやって、あ多分な、多分アイドルのどっかにあるから、あのちゃんと探すから、ちゃんと探そう、待ってて、待ってて、絶対絶対あるから、絶対あるから、絶対あるし、ぐーたまるよ、あるよね、ちょっと不安になってきちゃった、明日アイドル行ったら確認しよう、ちょっと不安になってきちゃった、やだ、たまるから、絶対あるよ、うん絶対あるって信じてるし、明日すぐに確認します、月次第一番に確認しますファンミ楽しかったし、席も嬉しかったと思ったね、いやもう嬉しかったですね、またね会えるのね楽しみにしてるのでね、絶対に来てね。はやぶささん顔見知りでもある、篠太郎さん10月なのに初めまして、初めまして、初めましたまし、初めましてた、はやぶささんとめっちゃ感じた、いいねフレンド、じゃあお友達同士で私のショールームを見てくれてるんですね、嬉しい、ラブ。エビオくんワンオペの時こそ山ほど人が来る説あるね、来てくれるかな、本当に来てほしい、本当に来てほしい、マジで不安不安、本当に本当に来てほしいです、だからエビオくんも来てね、来てね。トモさん、ひなのん可愛い大好き、嬉しい、ひなのんも大好きですよ、ラブ。いっちゃんどっかってレジのところの引き出しにあるはず、そうなんかその多分そこに、そこには絶対あるはずなんよ、だからマジでちゃんと確認するから楽しみにしとってとか言っときながら、これでなかったらどうしようっていう不安で私はすごく焦っているけど、あるはず、絶対ある、絶対あるよ、絶対あるし、そうだよ、あるって思ってたら絶対あるから、自信を持っていきます、あります、あります。でさ、三重県は行ったことないのよね、実は和歌山県南部じゃない人間からすると行きづらい、あれそうなんですか、そうなのか、あれなんか、あそっか南の方やったら、あそっかそっか、確かに案外案外距離あるのかね、ねめっちゃいいとこなのでね、またぜひぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。たくやさん、ショールームとひなのと友達になれるね、イエー仲良しね、仲良しですよ私たち、いっちゃん楽しみにしてる、いや楽しみにしとって、本当に大丈夫だと思うよ私は、うん大丈夫です、
大丈夫です大丈夫だよ、絶対大丈夫、絶対あるから自信持っていくよ私は絶対あるもん、だから楽しみにしててね、絶対嬉しいです、久しぶりに会えるの。エビオくん行きたいのは山々ですが関西にいるのでごめんなさい、次はからです。関西にいるんかい、関西にいるのか、それはダメだ。じゃあまた今度ね、また今度来てね、関西楽しんできてね。のたろうさん、ひなのと友達になりたい。もう友達じゃないか、何を言っているんだい、もう私たち仲良しでしょ、みんなみんなひなのことが大好きな人はひなのと仲良しだと思ってます、私は。だから早くみんなひなのことが大好きになってください。だからさ、仲いいもんね。そうですよ、はやぶささん、和歌山県民あるあるでみかん買ったことない、世界遺産が徒歩20分ぐらいならほとんどの人があると思う。あれ、そうなん、みかん買ったことない、あ、なんかもらうみたいなってこと、お裾分け的な。私ね、こたつで食べるみかんが大好きなのさ。つまちさん、みえは美味しかった思い出しかない。本当にマジでみえは美味しいものがすっごいいっぱいあるんですよ。いや本当に美味しいよな。え、もう本当にそう、なんかさっき言っとった赤服も美味しいし、もう伊勢海老も高いけど美味しいし、松阪牛も高いけど美味しいしね、四日市のトンテキとかね、津餃子とかも美味しいしね、本当にね、もうね、いろいろ美味しいんですよ。あとね、海鮮もね、牡蠣とかも美味しくて、もうあのね、ハマグリとかも美味しいんですよ。もう美味しいものが本当にたくさんあるんですよ。ちょ、赤福なんですけど、夏は赤福氷っていうね、かき氷の中にね、赤福が入ってるやつとかもあったりね、本当に美味しいんですよ。伊勢神宮のね、食べ歩きとかも本当に美味しくてね、もうね、美味しいものがすごいたくさんあるんですよ。本当にたくさんあるので、もうみんなぜひぜひ来てください。ちの太郎さん、三重県また行きたいな、絶対来て、絶対来てね。はやぶさん、だってみかんもらうもん、コンテナ1個分もらって最終的に腐らす。コンテナ1個分ってすごない、コンテナ1個分ってだいぶ相当ちゃう。私にもくださいいいないいな。エビオくん、津餃子って何、詳しく。津餃子って言ってね、なんかね、あのね、津市っていうところなんがあるんですけど、そう、三重県の県庁所在地ですね、のなんかね、あのね、大きい餃子みたいな、こんなね大きくてね、皮がね、こんなぐらい大きくてね、あのね、普通の餃子じゃなくて揚げてあるの、それもね、美味しいんですよね、美味しいんですよ。なぜさ、津餃子でしょ、そうそう、津餃子美味しいんですよ。ぜひぜひ皆さん食べてください、本当に美味しいものがいっぱいあるんですよ。あとは牡蠣やビア、梅ももらったりするかな。あ、梅って梅干しやろ、知ってんで、梅干し、みかんと梅干しやっけ、やんな美味しいんですよ。そう、私がね、餃子大好きなのでね、津餃子も大好きなんですよ。大きい餃子いいね、揚げ餃子好き、そう、本当に美味しいんです、本当に美味しい、だから絶対食べに来てください、また猫3匹とジョンさん、プリプリ、そう、プリプリです。松阪牛みたいに柔らかで、伊勢海老みたいにプリプリの野田ひなのですそう、この前久々にね、ツイッターに書きました本当に。でもたまにあの、その対バンとかでさ、でご紹介するってなった時に、ふってなった時に、松阪牛みたいにって、なんか前一回言いそうになって、やばいやばいと思って、体小さめって言い直しました、言い直したっていうか、頭の中でやばいやばいってなった、焦った。松阪牛みたいに柔らかで、伊勢海老みたいにプリプリ、三重県から来ました野田ひなの、何歳の、あ、何歳ですひなのって呼んでほしいな、ひなのって呼んでもらうってやつね懐かしい。成瀬さん、これは雪の結晶、ありがとうございます、嬉しい。なんか雪の結晶のなんか、あの、手を作りたかったんですけど、雪の結晶ってどうやって作ったらいいか分かんない、キラキラ、ありがとうございます。ヒートテックが丸見え、良くないです、良くない、ごめんなさい。寒いからね、ヒートテック着てます。みんなもあったかくしてくださいね。ともさん、ひなのおかんなの、そう、なんかおかんって言われてるんですよ。そう、なんかあれなんですよね、だってね、最後にさ、
なんか忘れ物したりとか怖いじゃないですか。でね、なんか何かが足りないとかどうしようって焦るの前だから、なんかいろいろねカバンの中に持ってたりとかしてたらおかんって呼ばれるようになりました。だからさ、揚げ餃子好きよ。3つくらいだな、せめて食べるとしたら揚げ餃子本当に美味しいですよね。私も大好きなんです。でも津餃子は1個が大きいからめっちゃ1個でお腹いっぱいになります。エビよくん、やはり伊勢エビしか、やはり伊勢エビは美味しい。伊勢エビはね高いのでね本当に全然食べられないんですけど、本当に食べられないんですけど、でも本当に美味しい、本当に美味しい。お刺身がやはり一番美味しい。お刺身をした後にそのね伊勢エビの頭でお味噌汁を作るのがマジで最高です。エビくん刺身でお願いします。やんな、最高、よくわかってらっしゃる、最高です。篠太郎さん懐かしいね、懐かしい。あれ私さっき読んでた、いやちょっとまあいいか、懐かしい。エビさん、銀だこも揚げたこ焼きで美味しい、揚げ丸々って美味しいだろうな。いや本当にもう揚げてあるやつ大体美味しい、まあ、茶色い食べ物は大体美味しいんよ。茶色い食べ物大好物ね、え銀だこ大好き、たこ焼き大好きです。いいないいな。トマさん、ひなのんって呼んでほしいなって久しぶりに聞いて懐かしかった。いや本当にひなのんって呼んでほしいな。でなんか対バンの時に名前呼んでくださいみたいな時に、なんかなるまるって呼んでくださいってみんな言ってるんですけど、私はひなのんって呼んでほしいなっていうようにしてます。ね、だからみんなひなのんって呼んでね。中山県、実はフルーツの生産量全国2位で、珍しいやつならマンゴー、アボカド、ブドウ、山椒。すごっ、そうなんや。じゃあ1位どこなんやろな。すごっ、いいな、私フルーツ大好き、フルーツ大好きだよ。いいないいな。美容君、ヒートテックはいいぞ。いやそうなんです、本当にあったかい。もう寒いですからね、風邪ひいちゃダメだからあったかくしましょう。てか待って、今見てくれてる人222人にゃんにゃんにゃんです。にゃんにゃんにゃん。ちょっと、ごめん急に言って、あーにゃんにゃんにゃんだって思ってちょっとテンション上がっちゃったのさ、上がっちゃったのさ。エビオくん、今度伊勢エビ差し入れするね、にっこり。絶対言ったからな、絶対言ったからな、絶対差し入れしてよ、絶対だよ、約束ですよ。伊勢エビ楽しみにしてるからね。待ってますね。つまちゃん、おすすめされた鶏料理の店がすごく良かった。鶏料理の店、鶏料理の店、鶏料理の店、どうだろう、鶏焼きとか、鶏焼きのお店とかってこと、どこやろ。あ、そう、三重県な、松阪のな、鶏焼きもめっちゃ美味しいんよ、本当に美味しいんですよ、本当に美味しいんでね、それもねぜひぜひ行ってほしいです。鶏料理ってどこやろ。エビオくん、エビヨンって呼んでほしいな。エビヨン。エビヨン呼んでみました、イエイ。関西の中がとろっとしたたこ焼きも美味しいけど、銀だこみたいなカリッとしたやつも好きね、本当に両方美味しい。いやマジたこ焼き大好き、たこ焼き大好き、本当にマジで美味しい。アメさん、うまいうまいうまい。トマさん、ひなの本当に可愛いな。嬉しい嬉しいですね、もっともっと私のことを好きになってください。たくやさん、ファンレベル4になった、本当嬉しい。ファンレベルってどうしたらなるんやろ、もっともっと上げちゃってください。やっぱやぶせさん、赤目県はこの時期だともうそろそろ食えかな、あとハモだ、あ、お魚お魚、私お魚も大好き、クエ、ハモ、ハモ、ハモな、美味しいよな。クエって私食べたことあるかな、あるかな、わかんない。つまちゃん、なんとか食堂、前島食堂合ってる、前島食堂、前島食堂かな。あ、私おすすめした、私がおすすめしたですか、した気がする、した気がするわ。めっちゃさ、昔、めっちゃ昔っていうかさ、ひなのがさ、駅弁の時のさ、メールでおすすめしやんかったっけ、プラメみたいな、プライベートメールで、え、違う、あっとる、あっとる、やんな、それやんな、よかったよかった、そう、本当にそこ美味しいんですよ、マジで美味しい。嬉しい、食べに行ってくれて。
嬉しいよ。みんなもねぜひぜひ行ってください。めっちゃ美味しいんですよ。本当に美味しいんですよ。三重県は本当に何でも美味しいんです。私も久々に行きたくなってきたな。前島食堂食べたい、食べたいな。うわ鶏焼きいいな、食べたくなってきちゃった。やばいやばいやばい、ちょっと今食べ物の話してるけどちょっとお腹空いてくるじゃないか。やばいな。エビオくん、三重県のおすすめの食べ物1位は何ですか？やっぱり肉ですか？私やっぱりお肉ですね。私お肉が本当に好きなんですよ。で、まあ、松阪牛本当に美味しいんですよ。本当に美味しいんです。本当に美味しくて、と焼肉も美味しいんですけど、私が一番好きなのはすき焼きなんですよ。松阪牛のすき焼きが本当にマジで美味しくて本当に美味しいんですよ。なんかもうお店とかで食べるっていうことじゃなくて、あのお正月とかにおばあちゃん家で、そうなんかあのお肉をね買ってきて、お家ですき焼きをする時のね、もう松阪牛が本当にもう世界一美味しくて、もうラブって感じなんです。本当に美味しいんですよ。もうすき焼きがマジで美味しい、大好き。本当におすすめです。だからみんなね食べてください。アミさん、ツアーの時、うん、ツアーの時、ツアーの初期だよね、だよね。え、ツアーの時、え、そのえ、その前島食堂の話やんな。あれ違った？なんかちょっとわかんない、ごめん。どういうことだ。ツアーの時、ツアーの時、ツアーの時ちょっとごめん、分かんなかった。キミセルメンバー箱推しなのだよ。でもなメンバー忙しくてなかなかショールもできてないんだ。本当箱推し嬉しいね。もっともっとキミセルのこと好きになってください。そうね、ねみんなもね多分ね忙しいのかもしれないですね。私もねあんまりねたまにしかねショールもできてないんでね、本当に申し訳ないんですけど、できる時はいっぱいねしようと思ってるので、よかったら見てください。ラブ。みんな流点って漢字書けなかったのまさかだった。いや難しいよ。今もうあの書こう、あの練習しようと思ってちょっと頑張ったんですけど、もう分かんなくなっちゃった。うん、練習します。僕はたまに新大阪駅にあるククルによる時間が空いたらだけど、あククル美味しいよな。私も大好き、私も大好き、たこ焼き大好き。篠太郎さん、大阪たこ焼きならわなかのたこ焼き美味しいよ。わなか、わなかさん、え、ちょっと食べたい。え、待ってな、大阪行きたくなってきたやん。いいなぁ、いいなぁ、たこ焼き食べたい。エビオくん、すき焼きやから。そう、すき焼き本当に美味しいよな。マジで好き。すき焼き生卵いらない人が存在するらしいけど、生卵は必須。いや本当に必須。妹が生卵がいらない派なのね。もうでもね、もう私は生卵がもう本当にね神だと思うんですよ。本当に美味しいです。生卵をつけてなんか完成する食べ物じゃないですか、すき焼きって。本当に、あーすき焼きも食べたくなってきた。やばい、どうしよう、口の中がよだれで充満しそうだ。なんか汚いこと言っちゃいました、ごめんなさい。つめちゃん、ツアーの前におすすめしたから行ってみた。そうそう、あのなんかぜひ行ってねみたいな感じのことで確かメールを送ったはず、確かそんな記憶。3年前の、4年前か。でも中3だから4年前かの記憶ね。嬉しいね、そうやって覚えてくれてね、言ってくれるの嬉しいですね。今でも覚えてくれてるのめっちゃ嬉しい。ラブ、嬉しいね。また三重県行った時はねぜひぜひ行ってね、いろんなねおみ、おいしいお店本当にいっぱいあるから、もういっぱい行ってほしいです。そう、私のねあのインスタのねストーリーでもね結構ねいろいろ載せてるのでね、ぜひぜひねいろんなとこ行ってほしい。本当においしいから、本当においしいもの共有したい系女子なんですよ私。もうみんなでおいしいって言ってニコニコってみんなで幸せってしたいんです私は。食べるのが大好きだから。だからねみんなにねいっぱいね三重県の美味しいね食べ物とね美味しいお店を知ってほしいです。いっぱい行ってほしい。高校の時囲碁で県大会行けて嬉しかった。地元のご飯食べれたし。囲碁で県大会、囲碁で県大会、え、すごくない？
県大会ってすごくない？囲碁ってさ、あの白と黒のなんかやつやろ？知ってんで、あのな、一瞬だけ光の碁を見たことある。一瞬だけな。一瞬だけな。すごくない？すごくない？県大会って。すごい。はやぶささんめっちゃすごくないですか？だって委員長と囲碁で県大会、すごくない？強すぎ。トモさん、ひなのんチェキいっぱい書いてもらったの嬉しかったけど、スタッフさんに呼ばれてヒヤヒヤだった。そう、私ね、チェキいっぱい書きたい派なんですよ。え、だってなんかいっぱい書いてあったら、そう、後でそう、なんかチェキ取ったなって見てくれた時に、そうね、あの喜んでもらえるかなって思って。だとね、だって嬉しいじゃないですか、チェキ取ってくれるのって。だからなんか、なんだろう、なんか最大限いっぱい書きたいの私は。そう、お話しするのも大好きだし、なんか思い出にね残るっていうのもすごい嬉しいから、いっぱいね書いて後で見返してくれたらいいなって思って書いてます。だからこれからもいっぱい書くぞ。だからまた来てね。アメさん、エイトの全国ツアーの宮の時におすすめの店を書いてた気がしますけど、そうそう、それです、それです、それです。そう、ぜひぜひね、アメさんもね、よかったらまた三重県来た時にいてくださると嬉しいです。本当に本当に美味しいんです、三重県。神神です、三重大好き。エビオくん、今度すき焼き差し入れするね、にっこり。え、絶対行ったかんな、絶対行ったかんな。じゃあすき焼き、ワンマンですき焼きか。ワンマンすき焼き差し入れ来るのか、楽しみだな。すき焼きと伊勢エビの差し入れ来るのか、エビオくんから差し入れ来るのか、待ってるぞ。楽しみだな。篠太郎さん、もう4年か、早いね。いや本当に早い早い、もうなんかすごい一瞬で過ぎました。中学生の時もなんか時間一瞬で過ぎるなって思ったんですけど、高校もまたさらに一瞬で過ぎるなって思って、そして高校卒業したらもう一瞬過ぎて、もうこんなもうすぐ経ってたみたいなぐらいで、本当に時間って経つの早いですね。早い、やだな。でも早く大人になりたいので、それは嬉しいです。大人っぽくなりたい。はやぶささん、何気にもう間もなく1時だ。まあ余裕持って7時起きだけど、正直7時45分にも起きても大丈夫だし。あ、本当本当本当、無理はしちゃあかんで。でもね、嬉しい嬉しい、見てくれて。いっぱいコメントしてくれて嬉しいですね。無理はしてほしくないけど、無理しない程度に見てね。トマさん、4年前だね、みえといえば赤服。そう、4年前本当に早い。みえといえば赤服、本当に赤服大好き、マジで赤服大好き。え、なんか赤服ってなんか結構あのあんことお餅じゃないですか。重そうに見えてパクパク食べれちゃうんですよ、なんだかんだ。本当に美味しい赤服、本当に大好き、ラブだわ。熱は10月13日、懐かしい懐かしい。あー、若かったな私。なんかいろんな曲やってな、やったなって、楽しかったなって思う。また三重県でね、ツアーとかね、全国ツアーとかね、あの三重県でライブができるように頑張るので、みんな来てね。懐かしい三重ツアー。猫さん、ぶきとじゅんさん、ふむ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 です。神戸ビーフの焼肉を食べて2人で1食5枚食べたことある。そう、相当食べたね、相当食べたね。神戸ビーフ、あー、神戸牛も美味しいな、いいないいな。1食5万はすごすぎ、高い。ハッシー、ハッシー、こんばんは。ヤッホー、ハッシー、ヤッホー、久々、見てくれてありがとう。しのびさんってインスタフォローしてくれてる気がする。違うかな、違ったらごめんね。赤福本店、赤福本当に美味しいね。本店の赤福って本当に本当になんかこういうさ、なんか器に入れてくれるよね、
いやなんかさ、お土産とかで買うやつってこう箱に貼ってんねんけどさ、あの箱に貼っとるやつも美味しいけど、その本店とかで食べる赤福もまた美味しいんよ。結局味は一緒なんだけど、なんか雰囲気でさ、なんか気分がちょっと違うというか、美味しいよね。言ってくれたんですね。嬉しい、赤福食べに行ってくれて。はやぶささん、時間も余裕持っていつも早めの時間に乗って、それを考えるとその時間になるけど、2分ぐらい遅くても大丈夫。そうなのね、そうなのね。じゃあもうちょっと私とお話ししましょう。お話ししましょう。トマさん、三重ツアー2018年10月13日だね。そうそうなんです、懐かしい、10月13日ね、本当に、はあ、懐かしいな、懐かしいな。しなたろうさん、お米もください。いや、お米もくださいですよ。お米ないってやっぱ始まんないですよ。私お米大好きだからさ。はし、明日おばちゃん、あー、ほんと明日絶対来て、ワンちゃんじゃなくて来て。待ってるね。いや本当にね、本当にね、もうね、不安なんですよ。だから絶対来てほしい。ワンオペだから不安なのさ。ね、絶対幸せにするから絶対来てください。タマさん、ファンミの日、間にまでの道迷いながら行ってギリギリで入れてよかった。本当によかったね。そのね、あの日ね、本当にありがたいことにたくさんの方が来てくださってね、本当にね、あのね、ギリギリ入れる入れないみたいな感じだったんですけど、本当に良かったです、入れて、嬉しい、ありがとうね。あゆささん、聞く、ご飯大盛りで店員はいよ。やっぱご飯大盛りは最高、ご飯大盛りは最高です、ご飯最高。ご飯最高。エビオくん、次のイベントは10日かな、あれかな、あのキミセレアイドリージャックの日来てくれるの、来てくれるの、なってるよ。篠田太郎さん、赤福は新大阪でも買える。いや本当に、いやこの前さ、るいちゃんがさ名古屋行った時にさ、あの名古屋に赤福が売ってるってさ、グループラインに来てさ、そうなんです、赤福いろんなとこに売ってるんですと思って。新大阪とか名古屋とかでもさ、いろんなとこで買えるんよ。矢部さん、近畿大会では1、2回以後で勝てそうだったのにな、1回ミスったしな。そうなの、近畿大会ってなんかすごくない、え、すごくない、囲碁のプロなの、あなた囲碁のプロなの、すごいじゃん、すごいじゃないか、強い。高橋さん、お米はいいけどおかずは、おかずも大好き、私ね本当にね、食べるのが大好きなのよ、大好きなのさって言おうとして、大好きなのよって言おうとして、なんかちょっとよくわかんなくなってよみたいな感じになった、さっき、うん、大好きなのとりあえず。はし、明日おそらしワンオペ大変そうだからな、来てよ、来てよ、来てよ、ね、来てほしいです、絶対来てね、本当に来てほしい、本当に本当に来てほしいです、待ってますね、絶対来てね、約束ね。はし、スタッフさん誰、え、スタッフさんは、え、ナナさんって言ってた気がする、アイドルのね、スタッフさんのね、ナナさんって方がいらっしゃるんですけど、ナナさんって言ってた気がする。あと、夏美さんも来てくれるはず。どう？来たくなったでしょ。来たくなったでしょ。来て。来て。たまさん、名古屋駅でまた復活ったことある。そう、名古屋駅にも売ってるのさ。でさ、一応高校の時、囲碁で2級まで行った。やばない？2級ってやばない、すごない、プロじゃん、あなたプロじゃない、囲碁のすごくない、いいなぁ、いいなぁって、なんかすごい、なんかそういうさ、なんかいろいろ、いろいろっていうか、私なんかこんなのできますみたいなのは私も欲しいです、すごいなと思って、素敵ですね。猫3匹とジョンさん、寝ないな、いつかね、ね、どうせまたこのショールームが終わった後に、どうせまたインスタライブしだすから、私はね、どうせまたインスタライブしだすから、みんなおやすみとか言っときながら、終わってもどうせインスタライブするんだけどさ、ね、これでまだしなかったら、これで私がしなかったら、いい子に寝たんだなと思ってくれたらいいけど、もう
もしかしたらいい子に、あの早く今日はちゃんと寝るかもしれないし、ショール持ってお風呂入ってすぐ寝るかもしれないし、もしかしたら、もしかしてもしかしたらまたインスタライブをしちゃうかもしれないっていうね。まあまだわかんないけどね、私はいい子だから寝る可能性が大だけど。明日 AKB 劇場にゲスト出演する予定は健生真希妃さん。いや心だけ、心だけゲスト出演しますね心だけ一緒に呼んだの踊ります。背取りわかんないけどエビオくん、ちなみに10日の出産ってまだ出てないですね。まだ出てない。私たちもねまだ全然詳しくね知らないですよ。まだ教えてもらってなくてね、詳細決まり次第すぐにツイートとかいろいろ皆さんにお知らせするのでちょっと待っててくださいね。ごめんね。エビオくん、なんだっけ、この小判ありがとう、小判ありがとう、ラブありがとう。明日に2限目と昼休憩合わせると2時間30分も暇な時間ある。あ、本当？よかったよかった、ゆっくりできる。暇な時間にゆっくりお昼食べてゆっくり休んで劇場楽しんでくださいはい、ちょいモチベ上がった。あ、モチベ上がったっしょ、モチベ上がったっしょ。これは来るしかないね、これは来るしかないですね。たかさん、ワンオペ頑張れるようにスーパーパワー送ろう。パワーパワー待ってる、頑張るぞ。猫さん、ウィフとジョンさん、かわいい、嬉しい、ありがとう。しなたろさん、いや絶対やるに一票。どうかな、いやもしかしたらさ、ひながもしかしたらいい子ですぐにショールもあって、じゃあもうこれで寝ますって言ってちゃんとお風呂入って寝るかもしれないじゃないですか。もしかしたら、もしかしたらちゃんと寝るかもしれないじゃん。トモさん、ファミ楽しくて思わずインスタに DM した。そうね、 DM 送ってくれたら嬉しかったね。本当にね、これからもねいっぱい DM 送ってください。私ねインスタの DM ね、あのね、あの既読とかはついてないと思うけど、あのちゃんと見れてるんで、なんかあのなんかあるじゃないですか、なんかちゃんと見れてるんですよ。そう、なんか既読とかもあのつけてないし、お返事とかもできないんですけど、ちゃんと見てるんで、本当に DM 送って、そう、ツイッターは DM 送れないようになってるんですけど、インスタはそう、なんか DM 送ってくれたら本当にちゃんと見てるんで、本当にいつも嬉しいなと思って見てるんで、みんないっぱいぜひぜひ送ってくれると嬉しいです。本当にね、 DM 来てたらね、あー来てると思ってニヤニヤしながら見てるんで、ぜひぜひお絵かき配信のファンなんですが、今後実施の予定ありますか。なんだと、なんだと、え、今日やってやるよ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 、お絵かき配信。え、ちょっとお絵かき配信かやろう。ってことでペン持ってくるのだ、少々お待ち、よいしょ。ペンはどこださ、どこだどこだ、カバンの中に入れてたはずなのだ、あったー、お絵かき配信しちゃうぞ。いやそりゃさ、そのお絵かき配信見たいとか言われたらさ、そんなのやっちゃうに決まってんじゃないか。今やるんかいって、いや今やるさ、今やるさ、今やるさ見たいでしょみんな、私のお絵かき配信。なんと紙もこんなところになんとあるから、これをね見せようと思って用意してたから、私のインスタのアカウントとツイッターのアカウントだよっていうのね、そう、あの皆さんに分かりやすいように用意してたのね。だから紙もちょうどあったから、ペン持ってけるだけだから、これはできちゃうなと思っちゃったのよ、思っちゃったのよトモさん、実は12月1日誕生日で、誕生日直前ヒアノに会えたの嬉しかった。あぶ、痛い、お誕生日おめでとう、手をつけて、痛い。いや12月1日なんですね、お誕生日、嬉しい、お祝いでき、お祝いその時にできやんかったの申し訳ない。おめでとう、おめでとう、そうだったんですね、12月1日ね、その直前にお会いできて嬉しかったです、おめでとう。テープつけちゃった、ちょっと痛い、まあまあまあいいだろう
何もなかったことにしよう。私は手なんてぶつけていない。何もなかった。そうだよね。うん。画伯の鶏のファンですね。鶏鶏鶏鶏鶏鶏鶏ね、どっかに紙あるぞ。どっかに紙あるよ。あったあった。そんな、こいつのファンだなんて、かわいいだろ。こいつ、かわいいだろ。かわいいだろ。今日は何書こうかな。今日は何書こうかな。トマさん緊張して言葉出てこなかった。本当？じゃあ今度また次会ったらちゃんとお祝いするね。おめでとう。ありがとう、教えてくれて。たくやさん、ちゃんとインスタもフォローしてくの、フォローしてるのだ。ありがとう、フォローしてくれて嬉しい。ハブサさん、さすがにこの時間までスマホをこの時間までじゃ眠りにつきにくくなるから、そろそろ寝よう。あ、そろそろ寝る。おやすみ。こんな時間まで見てくれて嬉しい。明日朝早いのね。本当に頑張って起きてね。いってらっしゃい、気をつけてね。いってらっしゃい、気をつけてね。明日だね。ね、見てくれてありがとう。ゆっくり寝てね。おやすみ、ありがとう。4本足のニワトリ好きすぎる。いや、本当に4本足だと思ったんですよ。でも2本足っていうのもちゃんと理解はしたよ。理解はしたから、まあ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 。湯の舞ちゃん、初見さん、お洋服かわいい。湯の舞ちゃんってさ、てんちゃん推しの湯の舞ちゃんですか。この前制服で着てた。違う、合ってる。あやふく、いいでしょ、リボンついてるんです。見てくれてありがとう。はぶささん、おやすみ、おやすみ。猫3匹とジョンさん、おやすみ。猫3匹とジョンさんも寝んの。ありがとう、見てくれて。おやすみ、みんなありがとう。おやすみね、寝る方ありがとうね。見てくれてこんな夜遅くまで。明日もね、平日だから本当にお仕事とか学校ある方もいらっしゃると思うんですけど、本当に見てくれてありがとう。ゆっくり寝てね。トマさん、ひなのん大好き。ひなのんも大好きだよ、ラブ。エビオくん、学習してて偉い。いや、さすがにね、もうね、もうね、ちゃんとね、学習しちゃってますよ、私も。だから今日は何書こうかなって思ってる。ゆのまいちゃん、制服で行ったその人だよ。ああ、よかった、会ってたね、嬉しい。ありがとう、見に来てくれて。今日は、まあ、お絵かき配信を今からね、急遽することになったので、お絵かき配信をするんですけど、今日はどのジャンルのお絵かきをしようかなと思いますね。何がいいかな。この前が海の生き物と山の生き物、動物を描いたんですよ。何がいいかな。なんかみんな出してください、これ描いてみたいな。なんか描く。でもね、今日はね、ちゃんと1ページで終わらせます。さすがにね、私もね、もうね、ちゃんと早く寝なきゃいけないからさ。何描こうかな。みんな何か描いてほしいよ、となんか教えてください。松阪牛、松阪牛いいよ、任せなさい、任せなさい。松阪牛はとりあえず牛よね、とりあえず牛よね、それは理解できるよ。高谷さん、何でもいいの、何でもいいよ。いや、牛はとりあえず角がついてるはず。さすがにね、三重県民として、あれ、角ついてたっけ。なんか、え、こんないかつかったっけ。まあいいだろう。まあまあまあ、いや、いいんじゃない、いいんじゃない。でも私は可愛さじゃなくてリアリティを求めるタイプの人間だから、ね、可愛さも大事なんですけど、私はリアリティが大事だと思ってるんですよ。そう、うん、いいね、いいね。あ、いいんじゃない。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、いい、いい、いい、牛、牛。あ、いいね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 。お、いい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 。めっちゃいい感じ、え、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ。めっちゃいいかも。
あ、でもなんかちょっと怖いな顔。まあでも、いや、いいいいいい、あれこんなんだっけな、まあでもいいいいいい。なんか怖いな。で、尻尾がなんかこうなってた気がする。こんなんだっけ。え、今日うまい、マジで。え、今日マジでうまい。え、今日マジで自信ある。やばい、え、今日マジで牛だわ。今日マジで自信だわ、牛だわ。自信ある、マジで牛。見て見て、牛牛、どう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 、牛です。あ、いくちゃんさん、初見さん、こんばんは。見に来てくれてありがとうございます。君とセレンディピティののどひなのです。え、牛じゃね、これはマジで牛じゃない。お、これは牛だ。え、やっぱり牛やんな。待って、え、今日まさか絵の才能ある日、どうしよう。え、どうしよう、まさか今日絵の才能ある、私まさか絵の才能あるかもしれない。なるさん、おー、ちゃんと書いてる。あ、待って、なるせさんのアカウント牛。あ、やからさ、エビオがさっき言ってたのってこと。あ、そういうことか、そういうことか、なるほどな、そういうことか。ちのうびさん、そこそこ牛、そこそこ牛。いくちゃんさん、はじめまして、いくちゃんだよ、よろしくお願いします。いくちゃんさん、見てくれてね、ありがとうございます。ぜひぜひ、今日でひなのこと好きになってくれて嬉しいです。よろしくね。覚醒、完全に覚醒してる、うまいやん。ちょっとみんなそんな歯を言ったら調子乗っちゃいます。嬉しい。え、でもマジで今日本当にうまく描けた気がする。テンション上がっちゃった。次、パンダ描いてください。任せなさい、私のパンダは可愛いパンダじゃなくてちゃんとリアリティのパンダだからさ、ガチパンダだよ。いくちゃんさん、めちゃくちゃ可愛い、大好き、ファンになって、嬉しい、大好き、ひなのも大好きです、これからよろしくね。パンダ描きます。パンダはパンダはね、パンダはまず耳があるんですよ。で、あ、でもどうしよう、パンダってなんか可愛いパンダになっちゃう。ちょっとちゃんと、あの、可愛いパンダもいいんですけど、リアリティが私は大事だと思うんですね。で、パンダって可愛いなと思ったら、なんだろう、リアリティ、リアリティってなんだろうってなってきた。まあいいだろう、私なりのパンダでいこう。パンダって、パンダってどんなんだっけ、なんかクマになっちゃったぞ。違う、いや、いける、私はいけると思う。あ、あ、いいいいいい、なんかサクサクパンダみたい。みんな知ってます、サクサクパンダって。おかしい、どうしよう、可愛くなってしまった。いや、可愛いのでもいいんですけど、やっぱりなんかちょっと違うじゃないですか。え、こんなんだっけ、パンダって。なんか牛みたいになってきたぞ。あ、牛ってこんなんか、あれ、なんか、まあ、まあ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 、一回見てみてください。私が描いたパンダはこれなんですけど、なんか違う気がする。いやでも、まあまあまあ、クマって感じ。なんだろう、かっくんさん、初見さん、ちらちら見てくれてありがとうございます。かっくんさん、初見さん、ありがとうございます。今日ぜひぜひ、ななのこと好きになってね。かわいいやん、篠太郎さん。ほんと？エビオくん何持ってるの？これお腹、お腹持ってるんじゃない、お腹です。なんかあるじゃないですか、お腹みたいな、なんか毛の色が違うみたいな、それを表現したかったのさ。でもなんか今日はなんかかわいいかも。今日はこの前の動物に比べたらかわいく描けてません？私今日ちょっと成長してる？
多分分かりやすい動物だからだよ。うん、絶対そうだよ。キャはちょっと覚醒しちゃったな。私も絵上手くなっちゃったかもしれない。ニヤニヤ。パンダおじさんやん。え、パンダおじさん、そう、そんなことないよ、可愛いパンダだよ。キチャさん、これからも仲良くしたいよ。仲良くしてね、約束ね。ありがとう。成瀬さん、前回連絡かけてる。本当？やっぱり私も前回よりうまくかけたと思ってる。ちなたらさん、パンダ、あ、本当よ、パンダ。なんかちょっと違うな、私。まあ、まあいいだろ、次、みんな次なんか出してください。次はうまく、次すっごい前の書いてあげるし、すっごい前の書いてあげるしってなんだって感じですけど、すっごい前の書くもんね。すっごい上手な絵を描くので、みんな出して何か出してください。白と黒のところがパンダだね。そうだよ、白と黒で目が垂れ目だからパンダです。私はパンダだと思う。気まずい。なんか最初すごい、なんか途中まで描いてたらめっちゃクマで、どうしようみたいな。これはウサギかウサギね、これはパンダじゃないみたいな思って焦んだんですよ。色が難しいやつがいいな。色が難しいやつ、じゃあウサギも描いて、色が難しいやつなんか出して、じゃあそれも描く。ウサギさん、ウサギさんも描きます。ウサギさんは、ウサギはね、可愛いのなら私はいつも描いてるんですよ。可愛いのも描いてあげる。でもちゃんとリアルなのも描くからさ、リアルなの描くから。私はリアルなのが かっこいいと思ってます。リアルな方がさ、リアルなやつ描ける方がなんか強そうじゃない？強そうっていうか、この子すごいってなるじゃん。なんか耳がちょっとすごいことになっちゃった。まあいいだろう。なんかうわー、悪くはないかもしれない。え、なにこれ。ちょっと待って、どうしよう。ちょっとなんで、いや、何がおかしいんだろう。何かがおかしい。なんかすごい、ちょっと なんで足の位置が悪い。なんかすごい、まあ、とりあえず可愛いウサギも描こう。え、一回見てください。いや、本当にウサギっぽくはない。でもなんかちょっと、なんかちょっと変なのよ。体がなんかちょっと、なんか気持ち悪いというか、まあ、でも私はいい感じに描けたと思ってます。いい感じの、こっちは私がよく描く可愛いウサギちゃん、いいでしょ。忍さん、キリンか。キリンいいね。キリン次書く。いくちゃん、誕生日の日にピザとケーキとお寿司を食べたよ。家族と一緒に黒ひげ危機一発やったよ。え、いいな。誕生日パーティーいつだったんですか、お誕生日。こかずさん、初見さん、はじめまして、こんばんは。初見さん、見てくださってありがとうございます。こかずさん、これからね、ぜひぜひ奈々のことね、好きになってくれたら嬉しいです。キメとセレンデピシの野田ひなのです。よろしくお願いします。怖い、全然飛ばなそう。売れたって伏せしてるのかな。ねえ、でもなんかちょっと言いたいことはわかる。すごい言いたいことはわかる。なんでなんだろう。すごい上手に描けた思ったの、途中までは。すごい途中まではやばい、めっちゃうまく描けたと思ったら、なんか体からなんかすごいことになっちゃって、まあ、腕立て伏せしてるウサギってってことにしておくよ。そういうこと、そういうこと。篠太郎さん、じゃあそろそろ寝ます。おやすみ、またね。見てくれてありがとう、この夜遅い時間までありがとうね。ゆっくり寝てね。篠太郎さん、ありがとうね。んー、またね、おやすみ、ラブ。リアルの方は前足に違和感が、前足か、
あ、これか、ま、前足か。前足ってどっちだ、あれ足だから、あ、でも手が、手が足の前前ってことだよね。あ、そうだよね、うん、そうだよね、うん、なんか、なんでだろう。まあいいだろう、次キリン描くよいや、キリンだよ、めっちゃうまいとこ見せてあげる、みんなに。この子やっぱりすごいって思わせちゃうからね。しのびちゃん、誕生日って言うと川原と合同生誕祭楽しかったの。楽しかった、めっちゃ懐かしい、楽しかった。生誕祭、ええー、ね、めっちゃね、楽しい、幸せだった。いいの、生誕祭またやりたいです。いや、めっちゃ楽しかったな。写真今でもね残ってるのさ、ね、やつらの写真も今でも残っててね、定期的にね見直してニヤニヤしてるゆきちゃん、これで失礼します。またね、おやすみなさいね。明日お仕事なんで。って、あー、お仕事なんですね。わざわざ見てくれてありがとうございます。今日ね初めてお話できて嬉しかったです。ありがとうゆきちゃん、おやすみ、またね。ぜひぜひインスタとかツイッターフォローしてね。よし、じゃあキリン描く。じゃあキリンはこれの裏側に大きく描く。これが今日のねラストお絵描きだから、よし頑張るぞ。キリンはね、キリンは知ってるよ、首が長い、知ってる、首がある、首はあるさ、そりゃそうだ。自分で解決しちゃった。なんかこんなんだっけ。でも口がこうあって、あ、口のところ赤で塗ったらすごいわかりやすいかもしれない。こんなんだっけな。でもキリンは優しそうだから優しく描かなきゃいけないと思ってる。こんな長かったっけ。いや、いいだろう、キリンは長い。で、尻尾も長いはず。いや、まあキリンだろう。これはキリンだ、キリン。すごいキリンだ。なんかこうそう、反転っていうか、なんか黒いやつつけたらキリンになりそう。あ、キリン、キリン。あ、めっちゃキリン。よしよし。でも、なんだろう。何かが足りない気がする。何が足りないんだろう。ここも反転、まさか。おーおーおお、どうどうどう。案外、え、なんか、なんかね、いや、キリンっぽいんだけど、ちょっとあの、こんなこと言っちゃダメだけど、なんかちょっとキモいというかちょっと一回見てほしい。なんかちょっとキモくない？キリンではあると思うの、私は。黄色がね、我が家にね、なかった。スーさん、初見さん、キリン楽しみ、イエーイ。スーさん、見てくれてありがとう。キリンだよね、これは。いや、キリンではあるよね。ダルメシアンだ。いや、キリン、いや、キリンいや、多分絶対黄色で塗ったらキリン。いや、そうよ。なんか黄色ないかな。黄色ないよな、我が家に。黄色がないな、我が家に。
キリンではあるだよね。猫3匹とジョンさん、審議かなって。あれこれキリンですよね。で首長いし、ちょっと足も長いし、ちょうどコメントに困るレベルのやつ。いやちょっといっちゃん気まずいんや、やめて。いっちゃん気まずいやんけ、やめてや。すごいなんかめっちゃ自信あったんだけどな。でもなんか途中から何かちょっとなんか書いててすごいなんか気持ち悪いなって思っちゃったの。なんかこんなんだっけみたいな。もっとキリンって優しそうで可愛くなかったかなって思ったの。待って、目がさちょっともうちょっといかついんだよ。もうちょっとさ優しそうな目にしたらさ、あ、キモとか言っちゃった。どうしよう。ちょっと一回見てほしい。なんか目を優しそうにしたの。したらなんかこのなんか黒いブツブツと混ざって、なんかちょっとなんて言うんだろう。本当に、まあそういうことさ。優しい顔にしたくて垂れ目にしてみたの。どうかなみんな。大粒ちゃんさん、見えなくはない。やっぱりちょっとわからないこともないんだよね。足かな。足が悪い。足ってなんかある。昼寝のにゃんこさん、可愛いしかいません。絵心あります。絵心あるって言われちゃった。やっぱり絵心あったのか私。みんなこれ絵心あるって。やった。2個短いの、ね、ちょっと短い。首足じゃ、足をもうちょっと伸ばしたらウサギだっけ。キリンになるってこと。ちょっともうちょっと長くしてやろう。なんだこれ、厚底履いたみたいになっちゃった。どうかな。なんか余計怖いんだけど。でもなんて言うんだろう、すごい、まあね、優しそうではあると思うのこの子。垂れ目だし、まだ短いね。髪1枚分ぐらい足だと思う。マジそんな長かったっけ。そんな長いのか。じゃあもうちょっと長くしようかな。そんなキリンって足長かったっけ。止まってたね。充電がねあと 20% ですって言われちゃった。まあね、一生懸命ね必死にねこうね書いてた。私は教えてもらった通り紙1枚分ぐらい足にしました。そしたらなんかもう鳥肌もんです。これは見てください。鳥肌です。怖いです。私は本当に何を生み出してしまったんだろう。なんかね怖いです。なんか夢に出てきそうです。でもこの前のニワトリも夢に出てきそうだなって思ったけど、ギリギリ夢に出てこなかったから、まあ一応ね夢には出てこないと思うんですよ。どうですか、これでキリンですか。それは怖い。かけるのもねって、怖い、かけるの怖い。でもすごい何て言うんだろう、
心はキリン。この子もキリンなんですよ一応。キリン、うん、うん。まあ、うん。私的にはまあ一応40点ぐらいの時ですね。うん。まあ、そういうこともあるよ。そういうこともあるよ。そういうこともある。あ、そうだよね。ねえ、気まずいよ。やだ。私が絵下手な人みたいじゃないですか。私が絵下手な人みたいじゃん。いいキリンでした。あ、やっぱり。いや、それはそうだよね。だってね、足長くしたら気になるよってね教えてくれたからさ、足長くしたんだもん。流れ星エビオくんありがとうございます。キラキラ流れ星ありがとう。エビオくん、エビオくんの言った通り、ちゃんと足を長いキリンにしたらみんなになんかドン引かれちゃいました。怖いって言われちゃう。いやでも私はいいと思うよ。すごくいいと思う。このキリンすごくいいよね。すごくいいよね。みんなめっちゃいいよね。ほら、可愛いから1、10、100、1000、10001万点って、ほら、みんな優しいな。いや、すごいね。いいよね。私はいいと思う。いいと思うよ。いいと思うよ、本当に。DPM さん、でもひなのの曲イラスト結構好き。え、本当ですか？え、ちょっと待って、嬉しい。ニヤニヤ。嬉しいな。いや、結構ね、自信あっちゃったかもしれない。私もちょっと A に対して自信出てきちゃったかもしれないな。エビオくん、キリンさんが好きです。雪の結晶、ありがとうございます。雪の結晶。これなんか雪の結晶のポーズではないのに、なんかすごい、なんかさ、雪の結晶のなんかこの複雑なこの感じを表したくてこうしてるの。雪の結晶。ありがとう。ナルセさん、キリンさん可愛くかけてるから OK、OK。いや、可愛いよね。可愛いよね。だって垂れ目だし。キリンの優しいところを表現してます。私はそういうこと、そういうことです。たけやさん面白いから気に入った。面白い気に入ってくれたならオッケー。嬉しいです。今何時ですか？今何時ですか？教えてほしいな。ねえ、お絵かきも私そろそろインスタライブに移ろうかなって。あ、違う違う、そろそろ寝るんだった。まあまあいいや、もうみんなも私がどうせ寝ないっていうのも分かってるだろ。どうせ分かってるでしょ。どうせ分かってるんでしょ。もう知ってるから。私はじゃあこの終わったショールームが、ショールームを2時に終わって2時からインライするわ。そうしよう。なんかさ、あのさ、ずっとさショールームでもいいけどさ、インラインもさ全然してないから両方したいなと思ったの。両方あの やろうかなって思って。だから2時になったらインスタライブする。だから2時になったら教えてね。みんな時間教えてくれてありがとう。昼寝のにゃんこさん、本当は4回に行く予定だったら寝坊しちゃった。ああそうなの、朝早かったもんな。またよかったらぜひぜひ見に来てください。昼寝のにゃんこさん、にゃん待ってるね。ゆういちさん、こんばん。ゆういちさん、やっほー、こんばんは。見てくれてありがとう。ねえ、嬉しい。さっきお絵かき配信終わってたんですよ。終わるのかと思ったら2時まで続けるに驚いてる。え、当たり前じゃないですか。あたしですよ、このあたしですよ。いひいひ、このひなのちゃんです。だって私元気なのさ。ヘナは寝なくて大丈夫？大丈夫です。大丈夫です。明日は、そのね、アイドルの出勤が18時からなので、ゆっくりで大丈夫だから、ゆっくり寝れるから、今日はゆっくりね、ショールームとインスタライブできる。でも、ね、今日もちゃんと早く寝ようと思ってるので、一応ね、2時までショールームして、その後、インスタライブするんですけど、インスタライブも、そんなね、長い時間しないで、ちゃんと早く寝ます。一番ちゃんと、私は、いい子なので寝ます。
エビオくん、野田ひなのさんは舐めてました。すいません。そうですよ。野田ひなのさんは舐めちゃダメです。野田ひなのさん舐めちゃダメですよ。ひなのにゃんこさん、メンバーで一番背が小さいけど、一番可愛いって認識してるけど、合ってるよね。いや、そんなことは、そんなことはないかもしれない。いや、本当に背は私が一番ちっちゃいんですけど、一番可愛くはない。本当にメンバーもマジでみんな可愛すぎて、本当に可愛いんですよ。もう本当に私メンバーの顔ね、結構ね系統みんな違うんですけど、本当に大好きで、もうマジで可愛くて、もうみんなタイプなんですよ。めっちゃ可愛いから、もう私よりね可愛い子はたくさんいるんですけど、でも目移りしないでちゃんと私のこと見ててください。なんかやだ、なんか恥ずいからちょっとやめよう。なんかやだ、なんかやだな。まあイエイやだやだ、なんか恥ずいからやめます。高橋さん、ひなの舐めたらあかんじよ、あかんじよ、あかんじよ。そうですよ、私はなんかこんな女なのでイエイって感じで続けます。私はイエイ。ひなのが一番可愛いよ。うん、嬉しい、ありがとうございますね。すごくすごく嬉しいです。でも本当にみんな可愛いんですよ、本当にね。まあ、みんな和気あいあいとしてて仲いいのが伝わって、本当に仲いいんですよ。もうマジで仲良くて、もうマジで大好きなんです。そう、メンバーマジで大好き、本当に。だからこのメンバーでよかったなって本当に思います。まあ、481人の方が見てくださってます。嬉しい、たくさんの方が見てくださってる、嬉しい。終わるまでに500人いってほしいな。この2時までに500人いったらいいなとか思ってます。行くかな、頑張れ頑張れってなんだって感じだけど、いっぱいみんなに見てほしいな。トマさん、ヒアノンかわいい、大好き、嬉しい。もうヒアノンのこと大好きになりましたねなりましたね、嬉しい、ありがとう。これからもね、大好きで言ってください、大好きで言ってください。ひげねのにゃんこさん、恥ずかしがってるのもいいね。やめてください。あ、やだ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 ね、嬉しいです。なんかやだな忘れてください。いえ、今日書いたらお絵描き紹介する。お絵描きと、お絵描き、あー、ビヨーンで、またと、お絵描き、お絵描き。夕焼け撮影待ってます。確かに夕焼けだけさ、撮影許可さ、まだやってないよな。夕焼けの向こうに、確かにやってないな。確かにうちらもな、あのな、一人な、あのな、いつもな、スタッフさんがな、決めてくれるでな。そうそう、全然な、分からへんね。確かに夕焼けの撮影可能、まだやってないな。確かにこの前までずっと人生でね、この前までずっと人生というか、ずっと人生だったんですけど、この前からね、チャンスのね、撮影可能もね、スタートしたので、夕焼けもそろそろワンチャン来るのかな、わかんない、私もまだ全然わかんないんですけど、来るかな。ビヨンザスカイでね、ビヨンザスカイってね、あのね、ほっぺミヨーンってしてね、ビヨーンってする風なんですよ。ビヨーンってビヨーンってビヨンザスカイ君見せれ、曲も良かったよ。本当に曲めっちゃいいんですよ。本当にね、すごいね、素敵な曲たくさんあるのでね、みんなもね、ぜひ1回はっていうか、もうね、もう1人100回聞きましょう。ひなのにゃんこさん、そんな可愛いから毎日会いたくなるのね、わかるよ。毎日会いたくなりますか？嬉しい、嬉しいね。いっぱい会いに来てください。いっぱい会いましょうね、みんな。ファン名称とかあるのかな。え、まだ決まってない。確かになんか決めたいな。今度またメンバーで聞こうっていうか、決めよう、みんなで。なんかね、ファンの方の名前ってことよね。何がいいかな。またみんなで決めて、いいやつ決めます。だからみんなね、キミセレファンになってください。最近チャンスは回るにハマってる、沼ってる、嬉しい。チャンスは回るものだから、いい曲ですよね。チャンスは回るの時にね、こうやってね、ぐるぐるって回す振りとか、指さす振りがあるのでね、私たちのことをしっかり指さしてください。私たちっていうか、私のことを指さしてください。わかった？トライアゲインで指さす振りがあるんですよ。そうだからね、ぜひぜひね、指さしてください。約束ね。あ、ねえ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 っていうか、500
502人の方が見てくれた、嬉しい。2時までに500人の方に見てもらえたらいいなって思ってて、502人の方が見てくれたのでニコニコです、嬉しい。やな、 AKB の新曲知ってる？久しぶりのリップグロス、あれ違った？久しぶりのリップグロスでしょ。ひなこがね教えてくれた、言ってた。エビオくん、トライアゲインしたらトライアゲインしてくれますか？当たり前じゃないですか、トライアゲインしますよ、しますよ。トライアゲインだからちゃんと棚野にトライアゲインしてください。トライアゲイン、イエイ。やな、合ってるよ、ほら、やった、合ってた、イエイ、嬉しい、合ってたね。本当にね、次の対バンが11日です。だから皆さん、私たちと一緒にトライアゲインしましょう。トライアゲイン、ぜひぜひ会いに来てください、ね、キメズレはね、たくさんたくさん対バンライブに出演させていただいているので、たくさんたくさん私たちのね踊ってるね機会があるので、踊ってるのをお見せできる機会たくさんあるので、ぜひぜひ皆さん会いに来てくださると嬉しいです。一番サビ終わりの立ち位置どこでしたっけ？一番サビの終わりの立ち位置は 1.5、 下手の 1.5 です。こっち側、あ、私から見てこっち側だから、皆さんから見てこっち側、皆さんから見て左側にの 1.5 に、 1.5 って言っても分かんないな、真ん中から2番目にいますのところにいるから、じゃあ絶対次ピアノにトライアゲインしてね、言ったからね、約束だからな。指切りです。ひなこ今チーム系だからね、ねえ、らしいね、チーム系言ってた、いろんな写真とかね見せてくれるのさ。下手 1.5、 やはりだいたい正面だね、やはりだいたい正面だけど、あんまり目が合わない。エビオくんとはね、あまり目が合わないです。推しをしっかり見ているなっていうのが伝わってます、私に。ね、あまり目が合わないです、あまり目が合わないです。23は With You、 キミセルのファンメーション考えておくね。ね、みんなでいっぱい考えていいやつ決めましょう。23 With You って言うんだね。ね、キミセルも何かいいのあるかな、何がいい、あれ充電できた、これまあできただろう。毎回ひなのだけを見てればいいんだよね、これは簡単だよ、そうだよ、毎回ひなのだけを見てればいいんだよね。他のメンバーも見てほしいけど、でもちゃんとひなのことしっかり見ててください。絶対見ててね、約束ですよ。指さされた、え、私指さした今、大丈夫、え、なん、え、ごめんなさい、指さしてたましたか今、え、本当ごめん、指さしてた、あ、トライアゲインですか、そういうこと、トライアゲインで指さしたってことね、本当にね、トライアゲイン以外で指さすのってあんま良くないじゃないですか、人を指さすのって、そういう意味かなと思って、あーってなった、トライアゲインは指さしてます。誰とも目が合わないよ、こっちを見てる子も、じゃあ私のこと見なさい、じゃあ私のこと見なさい。アメッチさんがフォローしました、あー、フォローしてくれてありがとうございます、嬉しい、ラブ、ニコニコ。なんとなくさ、ちょっと今日さ、ツイン、せっかくツインしてるから、じゃあちょっとスクショタイムするから、みんなスクショして、何がいいかな、さっき書いたお絵かきと一緒にスクショしてもらおう、じゃあキリンにしよう、スクショタイムする、みんな撮れてますか？ねい。撮れた？イエイ。スクショタイム。
ひなのにゃんこさん、ファンさせるだけで嬉しいからね。それがひななんだったら、じゃいっぱいいっぱいファンさするから、いっぱいファンさするから、ちゃんと私の肩見ててください。よひひなの絵うまいな、嬉しい、ラブ、ありがとう。猫さん、ぶきとジョンさん、アスナガキリンさんへのコメント読みます。絶対何も言わない。なんで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 コメントしてくれないの、なんでなんで、笑っちゃうからですか。私も笑っちゃいそうです。気まずい。エビオくん、キリンやめよう、まっ探しにしよう。なんでキリンすごいいいじゃん、めっちゃキリンいいじゃん。まあ、松阪牛でもやるけど、キリンいいじゃん。ケッチマ、ヒートテック、よくない、ヒートテック。これさ、めっちゃ裏にキリンいるんだよね。じゃじゃーん、めっちゃめっちゃ透けてるの。めっちゃなんだかんだキリン透けてるの、超気まずいの。キリンさんでもね、今日も上手にお絵かきできたなね。この前のね絵よりうまく描けたんじゃないかなと私は思います。とってもとってもね。牛美味しそう、ロースがいいな。ね、牛美味しい、牛大好き。お肉、牛タン大好き。私牛タン大好き。でもね、そのロースも大好き。でもカルビも大好き。お肉は何でも大好き。この前初めて上身のってやつを食べました。美味しかった、美味しかった。本当にあの今まで上身のってやつを食べたことなかったんですよ。でもこの前初めて食べて美味しいってなって、美味しかったっていうお話。めっちゃ美味しかった。そう、なんかめっちゃコリコリしてて、なんか貝みたいな感じで、なんかすごい食感が良かったですね。めっちゃ美味しかったね、初めてね食べたんですよ。嬉しい。食べたことないね、食べ物をね食べるとね、なんかね大人になった気持ちになります。明日ネギシ行かない、牛タンで、牛タン美味しそう、牛タン食べたい。ねえやめてくださいよね、お腹空いてきちゃった。みんなみんなはいいぞ、上身のね、お腹空いてきちゃったじゃないですか。エビオくん、ホルモンいける人、当たり前にいける人だ。え、なんかすごい、なんかあんまり美味しくないホルモンはあんまり食べないけど、あのなんていうの、ちゃんとちゃんとした、なんだろう、なんかさ、食べ放題屋さんのホルモンとかはまでも食べないかも。焼肉屋さんのホルモンは食べる。な、謎にこだわりある女、謎にこだわりある女ですね。お肉はね本当に大好き。深夜に美味しい食べ物を語っていいの、よくない。私すごいもうお腹空いちゃった、もう困ってます今、もうあの困ってます、超お腹空いちゃった。ゲノマイちゃん、明日ラーメン食べに行く。待って、ラーメンも私大好きなのさ、ラーメンも大好きなのさ。やばいやばい、あかん、これはあかん、お腹が空いてしまった、緊急事態。待って、明日のご飯悩んじゃうじゃないか、うわ悩んじゃうじゃないか。待って、焼肉もいいわ、牛タンもいい、でもラーメンもいい、私ラーメンも大好きなのよね。やばいね、やばいわやばいわやばいわ、やばいねやばいね、お腹が空いてきちゃった。まあでも、ね、もうこんな夜なんでさすがに何も食べないですけど、だから明日起きて食べるご飯がすごい美味しいんだろうなと思ってワクワクしときます。あー楽しみー、明日のご飯がワクワクしてきちゃった。明日の食事は決めてやるの、え、全く決めれへんくて、でも今あの皆さんがたくさんあの食べ物の話をしてくれたので、明日食べるもの悩んでます。わー、ニヤニヤ、ニコニコ、あー美味しそう、ワクワク、食べ物、食べ物本当に好きなんですよ、私愛してます食べ物。朝ごはんおにぎりしか、いや神マジでおにぎりは幸せ、おにぎりとお味噌汁って本当に最高ですよね。いやこの前家帰った時に、そうママのおにぎりを食べたんですよ。そうなんかあの塩おにぎり握ってもらったの、もう美味しくて美味しくて、自分で
握るおにぎりもまあそれ美味しいし、あのねコンビニとかで買うおにぎりもそれ美味しいんですよ。美味しいんですけど、やっぱりあの母が握るおにぎりは世界一だなと思いました。母とおばあちゃん、いやマジで美味しくて、いや本当に美味しくて、久々になんかおにぎり握ったんちゃうかって言われて、あ握って握ってって握ってもらったんですけど、もううまい、こりゃうまい、本当に本当に美味しかった。マジでやっぱり母のおにぎり世界一、マジでマジで神、最高でした。普段はご飯派パン派、うわどっちも好きなんですけど、私はご飯派です。本当にお米大好きなんですよ。白いお米めっちゃ好きなんです。だから白いお米に合う食べ物とかがめっちゃ好き、めっちゃ好き。本当にお米マジで好きなんですよ。本当にあの焼肉とか絶対行ってもあのお米食べない人もいるじゃないですか。私は絶対にもうもりもりと米を食べます。米大好き。塩おにぎりと味付けのり、味付けのりで無限ない。いや本当に本当に、いやマジでそう、本当に本当にそう、もうマジで大好きなのさおにぎり。朝もご飯、そう朝もね結構ご飯食べる。そう最近一人暮らししてなんか朝から お米を炊くってことは最近あんまりしてないんですけど、余裕あったらねしたいと思うんですけど、あんましてないんですけど、そう台湾行く前とかもあのなんかご飯コンビニで買ってたりするんですけど、絶対におにぎり買ってます。おにぎり大好きおにぎり大好きなのさ。そうたまにそうなんかあのねほかほかのピザマンとかなんかちょっとパンとかに浮気しちゃう時もあるんですけど、でも私は絶対にお米が好き。あでも麺も好き。あでもあパンもやっぱ好きだな。うんとにかく食が全部好きです。でも米大好きお米大好き、白いお米大好き。いいでしょ、食べ物はやっぱり最高です。おにぎりの具は昆布かな。昆布も好きだよ私。おにぎりの具は私は鮭も好きですし、でも明太子も好きなんですよ。でもツナマヨも大好きなのさ。でも本当に何でも好きなんですけど、この前食べてるのは美味しかったやつがあるんですよ。しらすみたいなのがなんか乗ってるおにぎりが売っててすごい美味しかった、はあ、うまいなって思いました。うまいなとか言っちゃダメですね。美味しいなって思いました。よくなかった今の、アイドルとしてよくない発言をしました。大変失礼しました本当に本当に美味しいなって思ったんです。うまーってなった。ツナマヨね、いいね。そうツナマヨ大好き。そうおにぎり大好き。てかお米が本当に好きなんですよ私ね。豚汁も大好きなんですけど、豚汁とお米だけで一生食べられる気がします。本当にマジでお米無限。お米大好きです私。でも君連れメンバーね結構ね大食い、大食いなんですけど結構みんな結構食べます、食べるんですけど、だから私もあのなんだろう、たくさん食べちゃうんです。だからやばいと思って焦ってるんですけど、あのたくさん食べること言うとたくさん食べちゃうじゃないですか、もうその現象でもね、あのみんなで美味しいねってご飯ねメンバーとね食べられるの本当に幸せなんです。いいでしょう、超自慢してます私今。ニヤニヤ。あずぶちゃんさん1時58分、あ本当、じゃあそろそろランキング読もうかな。実は一番美味しくなかったのは今のスパムおにぎりでした。あ美味しくなかった、美味しくなかったってことか。あそうなんや、スパムおにぎりまだ食べたことなかった。そうなんや、知らなかった。じゃあそろそろランキング読もうかなと思います。いきます。13位、アッキーさんありがとうございます。12位、かっくんさんありがとうございます。11位、しのびさんありがとうございます。10位、BPM さんありがとうございます。10位、キララのパパさんありがとうございます。9位、ひるねのにゃんこさんありがとうございます。8位、既読虫さんありがとうございます。7位、たくやさんありがとうございます。6位、大粒ちゃんさんありがとうございます。5位、すーさんありがとうございます。4位、アッキーさんありがとうございます。
3位いっちゃんありがとうございます。2位なるせさんありがとうございます。そしてそして1位エビオくんありがとうございます。イエーイ。ねえ皆さんね本当に見てくださってありがとうございました。嬉しい嬉しいね。574人の方が見てくださってました。とってもとっても嬉しいですね。こんなね夜に本日もまた急に始めたのに見てくれてありがとうございます、ね、ショールームを始める15分前に告知をする女ですいませんね見てくれてありがとうございました。今からちょっとだけインスタライブするので来てね、みんな来てね。だから今からバイバイみたいな感じにしてるけどインライでまた会えるから来てね。これこのアカウントです。 Twitter とインスタこのみえアットマークみえアンダーバーひなの8というアカウントで出てるのでぜひぜひ配信してくださいじゃない、ぜひぜひフォローしてくださると嬉しいです、ね、明日渋谷アイドル店さんで私ワンオペなんですけどね、カフェで働いてるのでぜひぜひ会いに来てくださると嬉しいです。そして1月29日渋谷デュオミュージックエクスチェンジさんで初キミセレ初ワンマンライブを開催することになったのでぜひぜひ来てください。チケットは1000円となっているのでぜひ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 友達誘ってお友達誘って皆さんで来てくださると嬉しいです。ショールームありがとうございましたね。本当にすごいすごいいっぱい楽しかったです。みんなありがとうね。ラブ。だから今から引退するから、まあ本当にもうこんな夜遅いんでぜひ全然寝てくださって、もう全然寝てください。本当に全然寝ていただいて大丈夫なんですけど、もしまだ寝ないよって方とか、まあ、ちょっとひなとお話したいなって思う方はぜひぜひインスタライブ来てくださると嬉しいです、ね、少しだけインスタライブして私もお風呂に入ってすぐに明日に備えてちゃんと寝るのでね、皆さんありがとうございました。今日はすごい嬉しかったです。あ、585人の方が見てくださってました。ありがとうございます。今日はありがとう、みんなありがとうございました。またね、またショールームするときはちゃんと早めに告知するので皆さん多分ちゃんと早めに多分ねちゃんと早めに告知するようには頑張るので、またショールームぜひぜひ来てくださると嬉しいです。このアカウントぜひぜひフォローしてね。ありがとうございました。あ、このショールームもぜひぜひフォローしてください。ありがとう。おやすみなさい。またね。ありがとう。ラブだよ。